ネットシュタットは、ネットワーク接続、ルーティングテーブル、各種ネットワークインターフェースの統計情報などを表示するコマンド行ツール。ユニックス、ユニックス系、Windows NT 系、オペレーティングシステムで利用可能。ネットワークスタティスティックスの略。ネットワークに関わる問題を探したり、トラフィック量を調べて、性能を測定するといった用途に使う。 このコマンドのパラメータには、スラッシュではなくハイフンを前置する。TCP、または UDP プロトコルの統計情報を表示する場合、次のようなコマンド行となる。ネトシタット SP、TCP ネトシタット SP、UDP アクティブな TCP コネクションと対応する。プロセス ID を5秒間隔で表示する場合、次のようなコマンド行となる以降のみ。 ネトシタット O5MAX では次の通り、ネトシタット W5 アクティブな TCP コネクションと対応するプロセス ID を数値として表示する場合、次のようなコマンド行になる以降、ネトシタットノート特定のプロセス ID のプロセスがオープンした前ポートを表示する場合は、次の通り、ネトシタット青ファインドピド一部のバージョンでは、プリーフ出力に、 明確なフィールド区切り文字が指定されていないため、フィールドが重なってしまい、データが読み取れなくなる場合がある。Linux では、ネットシュタットでは常日のプリンフ問題で表示が壊れることがあるため、プロク、ネット、デブからデータを得る場合がある。Windows では、ネットシュタットは、IP ヘルパー API、または、イフルプッピー、DLL のゲッティクプテブル及び、 ゲッティドプテブルという関数を呼び出して、情報を収集している。これらで得られる情報は、ローカル及びリモートの IP アドレスとポート番号、TCP 状態コードである。また、TCP、IP がインストールされていない場合は使えない。MacOS X v 1 0 5では、アプリケーションズ、ユティラティスフォルダにネットワークユーティリティというユーティリティがあり、そのネットスタッドタブで、 同等の情報を表示できる。ありがとうございます。